どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それでは続きやっていきましょう。小鳥が言った後、俺たちはいつも通りドックへと集まっていた。昨日のテストで見つかった問題点の解消や、念のため部品の一つ一つに破損がないかチェックもしなきゃいけない。整備主任はアゲハということになっている。アゲハは俺にくっついて滑空場へと通い、現地で資格を取った人たちから直に指導をしてもらったり、整備を手伝ったりしていた。機体の表面に目立った傷はありませんでした。部品も問題なしね。さすがアマネ先輩の設計だわ。意外なところに負荷がかかっていて、歪んだり損傷が生じることもあるのだ。ヨルちゃんが組み上げられた機体をじっと眺めている。どうかした、ヨルちゃん。昨日のテストフライトを見てて思ったの。綺麗な機体だなって。デザインって不思議よね。機能性を追求していった先に最も美しいものがあるんだから。確かにそういうもんかな。このグライダーは機能美の塊だ。すべての形状に意味がある。かっこいいからというだけでデザインされた部分は一つもない。そういや自転車もそうだった。ただ走ることを追求したはずの自転車が、しかしやけにかっこよく見えたもんだ。けどこのグライダー不思議な形してますよね。翼が前に出てるものって初めて見ました。朝ちゃんが主翼を指して言う。改良型の翼は胴体に取り付ける位置からやや前にせり出すようになっている。デルタ翼ってやつかな。飛行機の翼って後ろにこうなってませんか。朝ちゃんが両手を翼に見立てて後ろに広げてみせる。いわゆる後退翼のことね。後退翼、主翼の取り付け位置から斜め後ろに向かって広がってる翼のことよ。あれは超音速飛行をするためのデザインなの。だからジェット機なんかは後退翼が普通よね。旅客機にしろ戦闘機にしろ、俺たちが普段テレビなどで目にする飛行機のほとんどはジェット機だ。小型のプロペラ機なんかは斜め後ろじゃなく横に伸びてるだろ。うちの旧型の主翼もそうだった。どうして形が違うんですか。後退翼は揚力が低下するのよ。ジェットエンジンがついていればそれでも問題なく飛べるんだろうけど、グライダーだとね。だから真横に伸びてるのが普通だけど、こいつは前にせり出している。こういう翼を前進翼って言うんだ。前進翼、翼の形状を細かく分ければまだいくつかの種類があるし、分類不能なものも存在すると思う。それらはその飛行機の目的に沿ってデザインされてるんだ。じゃあこのグライダーの翼がその前進翼なのも目的があるんですね。そういうこと。目的っていうか、この場合はメリットっていう方が正しいかな。アゲハが解説を始める。一番大きな理由は重心と揚力の中心になる部分の問題ね。このグライダーは複座式だから主翼の取り付け位置が限られているわ。この機体の場合、主翼は胴体の側面に取り付けられるが、同じく胴体の中にはコックピットがある。複座の場合、このコックピットの占めるスペースは単純に2倍。そのため主翼の取り付け位置が限られてしまうのだ。さらにコックピット及び乗員が2倍になることで重心が前方に大きく傾くことになる。そこで前進翼の登場となる。これ見て、朝ちゃん。アゲハが旧型の中古を真横から見た 図を書き、その中心に点を打つ。だいたい両翼の付け根の真ん中あたりにある。この点は主翼が発生させる揚力の中心部。ここを見えない糸で吊るされて飛んでるようなイメージね。本当はそう単純な話でもないんだが、アゲハは分かりやすくするために簡略化して説明している。もし頭が重くて重心が前に傾いてたらどうなると思う。機首が下がってしまいますね。まあいずれ落ちるってわけだな。じゃあこれならどうかな。今度は改良型の主翼前進翼の上から見た図を描き、翼の中心部に沿って線を引いて三角形を作った。その中心にまた点を打つ。
その点はさっきよりも機体の前面にあった。つまり揚力の中心部が前方に移動したことになる。これならバランスが取れて頭が下がらないかも。つまり前進翼は胴体の後ろ寄りに取り付けながらも揚力の発生棒を前方に持ってくることができるわけ。さらに乗員が一人の場合も考慮する必要があり、重心の移動をなるべく減らしバランスを取りやすくする役目もある。複座式のグライダーに適した翼というわけだ。まあ本当はもっと複雑なんだけど、簡単に説明するとこんな感じかな。なるほど、それでわざわざ翼を作り直したんですね。その通りです。奇妙な形をしているようだが、全てに意味はあるのだ。へえ、すごいな。ちゃんと意味があったんだ。よく見るとハットが描かれているんだな、あれ。アサちゃんが感心しきりといった表情で、自分も制作に携わった翼を眺める。そんなこと全然知らずに作ってたよ。でもメリットばかりじゃないはずよ。ヨルちゃんが唐突に口を挟んできた。というと？例えば前進翼はロール安定性を低下させるわ。テストの時感覚がピーキーになってるって言ってたけど、そこにも原因があるんじゃないの？滑空しているグライダーは常に不安定な大気の中にいる。風はいろんな方向から吹いてくるし、時には強い横風に煽られることも。しかしグライダーには多少横揺れしてもすぐに主翼を水平に戻そうとする性質がある。それをロール安定性という。実は、前進翼はそのロール安定性を低下させるという性質を持っている。しかしもちろんそれも織り込み済み。主翼の上半角を少し多めにつけて対応してあるわ。上半角？主翼を正面から見ると少し上向きに反ってるだろ。これを上半角って言うんだ。上半角をつけることである程度ロール安定性は保たれる。あとはパイロットの腕次第ね。ロール安定性を欠く機体はエンロンの反応が早く、また大きく現れるのだ。そうね。ヨルちゃんは納得したような、というか最初から納得していたような調子でうなずく。多分分かってて言ってみただけなんだろう。俺たちは試したのかもしれない。にしてもすごいな、ヨルちゃん。何がですか？正式な部員でもないのにやけに詳しいからさ。俺やアゲハは改良機の設計図を見て勉強したんだけど、ヨルちゃんはそうじゃないはずだ。別に姉さんが乗るかもしれないものだから、ちょっと調べてみただけです。ヨルちゃんすごいね。後で私にも教えてね。機能を知っておくってのは大事なことよ。飛ぶにしても整備するにしてもね。飛行の原理や各部分の機能を理解していれば、何かあった時の対処が可能になったりする。例えば片翼が半ばで折れてしまったとしても、エンロンで折り合い、釣り合いを取りながら飛行するなんてゲートもできるわけだ。さて勉強会はこのくらいにして、例の作業に取り掛かりましょう。小鳥先輩をびっくりさせなくちゃですね。小鳥専用のコックピットか。小鳥が実家から戻ってくる前に小鳥用のコックピットを完成してしまおうという計画だった。葵も手伝ってね。きっと最高のプレゼントになるわよ。おうよ。小鳥の喜ぶ顔が今から楽しみだった。小鳥用コックピットの製作は順調に進んでいた。構造そのものはさほど複雑でもない。簡単に言ってしまえば、ラダーペダルを手で操作できるようにするというだけだった。問題になるとすればコックピット内のレイアウトや操作性だが、それについては天音先輩の設計図があるので解消されている。グライダーの翼を作ることを思えば単純な作業だった。一人で飛んだの初めてだったけど、やっぱ操作感が変わるな。重量もだけど重心が変化するもんね。今日は昼のうちにテストフライトをした。今滑走路から戻ってきたところだった。一休みしてあっちの作業をしましょうか。テストは明るい時間帯にしかできない。昼間飛んで夕方からはドックに戻って、小鳥用コックピットの制作作業をするのだ。なかなかハードなスケジュールだった。今日も飯はこっちで食うか。事務所にカセットコンロがあり、電気も通っているので簡単な調理が可能だった。まるで合宿してるみたいですよね。
ラサちゃんが妙に張り切っていた。おかず何にしようかな。なんか希望あるか。私は何でもいいよ。魚料理が食べたいわ。私は中華がいいです。魚の中華。私はハンバーグがいい。おっと、夜ちゃんは魚料理、あ、朝ちゃんは中華で、天音先輩がハンバーグで、天音先輩、天音先輩がいつの間にか事務所の机でパソコンをカタカタやっていた。なあみんな、おかえりみんなの癒し要因、天音先輩、自然と会話に入ってこないでくださいよ。びっくりするな。どうしたんですか、こんな時間に。学校に用事があったついでに覗きに来たら誰もいなくて、ここで仕事しながら待ってたんだ。先輩は時々ここに仕事をしに来ている。あれこれうるさい人がおらず、電話もメールも来ないこの場所だと集中して作業に取り組めるらしい。電話してくれればよかったじゃないですか。ラボに置いてきた。だってあれうるさいんだ。まったくこの人は。学校に用事があったと、あったとか言ってたけど、大方煩わしくてラボから逃げてきたんだろう。あれ、小鳥はいないのか。ああ、小鳥なら今は実家に帰っています。そうなのか。なんだ、せっかく会えると思ったのに。じゃあ俺、買い出し行ってくる。あ、私も行きます。じゃあ私も。とりあえず、夕飯の買い出しに出かけるのだった。お、これはあれだ、天音先輩に説明するわけだ。という経緯を次回行きましょう。楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。明日の動画でお会いしましょう。レイでした。ウカでした。あれ、うん、俺がレイだ。おお認めんな